共に手を携え歩んでこられた奥様との50年の金婚式、お祝いいたしまして、お孫さんより花束のプレゼントがございます。おじいちゃん、おばあちゃん、金婚式おめでとう。おじいちゃん、おばあちゃん、結婚50年おめでとう。皆さん、では渡してください。おめでとうございます。皆さん、こんにちは。こんにちは。本日は私たちのためにお忙しい中をご出席いただきまして本当にありがとうございます。先ほど、皆さんのご祝辞の中に、私は昭和45年に54年ごめんなさい54年に今のところ独立いたしまして、沼袋の向きの向こうの小さな十坪のところで開業いたしまして、もう一人私より上の人、それ亡くなっちゃいましたけど、その人と二人で、一生懸命働きまして、3年後に今の土地がちょうど今の富士銀、今の水戸で前の富士銀行の頃ですね、支店長からお話がありまして、でちょうど、50坪ですから、まあまあこのぐらいだなと思って、それでまあいろいろ折り合えるのが、まあ、大変だったんですけど、そこを購入いたしまして、当初はプレハブの2階建てを建てまして、そこで何年やったかな、10年ぐらい営業してましたかね、まあ、とにかくよく働きました。自分で言うのもなんですけど、もうそれこそ夜遅くまで、車に屋根の上まで満載にして、それで大体、お店を20軒ぐらい一日回りました。もう夜の10時とか11時横浜の方のお店へよく行くんですが、もうそのお店シャッターを閉める頃また開けてもらって、それで商売したということがありました。それでまあなんとかそんなことを続けまして、資金の方もなんとかなりましたので、じゃあビルを建てようかということで、もちろん金融機関から借金もいたしまして、今のビルを建築いたしまして、今そこで営業しておりますが、まあそれはその当時は大変でございます。とにかく前私がいたところの亡くなったんですが、先代の社長っていうのがとても話の分かる方で、独立するときに私の顧客がいたわけですね。私が回ってた、それは本当会社の、そこの会社のお客なんですが、それお前全部お前があげるから、それで一生懸命やれっていうことで、それとあと仕入れ先も気持ちよくこうとこうとこうでも仕入れていいかな、普通は大体独立するともうダメだよお前、俺とこの行っちゃ行くなよとか、ひどいところだとなんかはがきで知らせて、もうこれが言っても売らないようにしてくれるっていう、そういうあれがあるんですけど、そんなこともなくですが、大変恵まれておりまして、まあ、そこで、現在になるまで営業しておりまして、まあなんとか社員もそこそこ増えまして、まあ、皆さん社員の方もよく働いてくれますので、これで会社の方はなんとか安泰ということが言えるんじゃないかと思います。
それから基地なんですが、私27歳で結婚いたしまして、それで、50年経つわけですね。そうしますとちょうど77で感情が合うわけなんですなんか差し押してるなっていう人もいるんですが、これも間違いないんです。それから、起工式もそれからだから50年で起工式ですよね。だから全てこの、27から始まって50年もう全て合うんで、その辺よろしくお願いします。それから、私、今日このような皆さんに祝っていただけるのも、普段町会の皆様はじめ山梨県人会の皆様、それから、社員の皆さん、もう本当によく私にいろいろついてきていただいて、もう特に町内会とか県人会の人は本当によく私をサポートしていただきまして、本当にありがとうございます。この席をお借りして、お礼申し上げます。それと今回私のこの会を開催するのにあたりまして、発起人の皆さんは10人をもう無理やりお願いしたんですが、もう本当にありがとうございました。いろいろお忙しくやった中を、私みたいなもののためにお気付けいただきまして本当にありがとうございます。それとお祝い、お花とかお祝いとかっていうのをたくさん頂戴いたしまして、この席をお借りして御礼申し上げます。ありがとうございました。それでは喉も渇いてきてますので、この辺で、終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。福橋市出身会長よりお礼をご挨拶でした。それでは土屋市商店のますますの発展と、ご臨席皆様方のご健勝とご繁栄を記念して、こい高らかに乾杯といたします。よろしくお願いいたします。乾杯。ありがとうございました。おめでとうございます。どうもありがとうございました。どうぞ皆様ご着席くださいませ。山梨県人会連合会会長代行の有野義国様のご発声のもと、皆様とご一緒に乾杯をさせていただきました。それではこれより祝宴となります。皆様にはお食事ご歓談で花を咲かせていただきたいと思います。
最後に、先ほどちょっと最初緊張してやや震えてたと思ったんですが、お酒も入ってもういいかと思いました。はい、で最終的にですね、2代目土屋達也、今後の、土屋商店こういう会社にしたいという部分で、新しい企業理念を作りました。これを社員全員で昇和させていただきたいと思います。はい、激安のビジネスモデルを通じ2つの参考要素の実践。1、人に喜ばれること。人に喜ばれること。商品に喜ばれること。商品に喜ばれること。地球に喜ばれること。地球に喜ばれること。2、社員社会地域に貢献できること。社員社会地域に貢献できること。3、上記2つの三方要素を徹底し実践し、お客様に期待、喜び、感動の提供を目指します。はい、そういう形で新生期待所で頑張ってまいりますので、やってきた。頑張ります。